夢と妄想の祭典コミックミャーケットがついにやってきました。みんな頑張れ、いろいろやろうぜ。俺に任せろ、呪文を使った。日本の若者は頑張りどころを間違えてる。これが国会議事堂前なら国だって変えられるのに。本日の来場者は18万人になり、昨日の夜。ねえ行こうよ、私サークル参加でチケット余ってるからさ。千代田彼氏と一緒に並ぶっていうし、斎藤中学の時から約束してもタイミング悪くて毎回一緒に行けなかったじゃん。だいたい当日に熱出しちゃって、次の時もその次もその、え、あれ、毎回もしかして嘘。罪滅ぼしのためまこちゃんも初参加。あーちくしょう、俺も行きたかったのに。今日まこちゃんと行ってるんだっけ。まこちゃんの代わりに行きたいって言ったらさ、お宅の祭りに一般人が来るんじゃないってキレられてさ。俺祭りとか超大好きなのに。ちか、コミケってどんなのか知ってるの。アニメとか漫画の祭りだろ。ほら、でっかいロボットの銅像とか氷でできたアニメキャラとかあるんだろ。そんなんだったかな。あー行ってみて。個人の夢や妄想がたくさん集まる祭りです。人は通り過ぎれども暇ね。まあね。チコリーヌ差し入れだよ。シオタン、あれ彼氏さんを。僕たち中では別行動なのだよ。お、これはこれは、いつも新本に迷惑をかけられている斉藤です。こちらこそ、チコリーヌに迷惑かけられている小原です。その挨拶おかしくない。二人の言葉に嘘偽りはありません。斉藤、私たちちょっと回ってくるから留守番よろしく。え、あとは任せた。あ、まあいっか、さっきから誰も来ないし。もうすまんが休養ができた、留守番よろしく。え、まあいっか。斉藤真央、新本さん家でお留守番。で、なんで俺なんだよ。いやたまにはな。コミケの行き方、お姉ちゃんに内緒で教えてあげるよ。待って、ただし、真央くんは連れてこないこと。こんなとこには来させません。つうか大丈夫かな、俺アニメとか漫画ってよく知らないんだけど。大丈夫だって。一般人の高校生、未知なる世界へ。まったく、こういうのが資源の無駄遣いっていうのね。あの、すみません。はい。え、それ一冊ください。300円です。ありがとう。誰が買いに来るのかわからない、それがコミケ。あー、びっくりした。店長と同類なのかしら。いや、たった今。新本、さっきヒーローみたいな人が買ってた。紹介するね、私の大学の先輩です。あ、さっきはどうもです。チコちゃんの知り合いでした。改めてこんにちは、梅園ういです。いやー、チコリーヌがいると思ったら別の可愛い子ちゃんがいてびっくりしたよ。梅先輩はいつも優しくてすっごく面倒見がいいんだよ。いやいや、そんなことないよ。中身は超美人、しかもいい人そう。あの、ん、つかぬことをお聞きしますが、なぜそんな格好を。特撮が大好きでたまに着ちゃうんですよ。小さい頃からヒーローになりたくて、今その夢を叶えようとしているのかな。こんな大人恥ずかしいよね。いえ、意外とまともな人なのかも。でも珍しいですね、女性で特撮ヒーローが好きだなんて。斉藤知らないの？今や特撮は大人のお姉さんにも大人気のジャンルなんだよ。ねえ。別に私は興味ないし。ま、でも先輩は大人のお兄さんだけどね。ねえ。へえ。は？ヒーローに憧れる性別行方不明者。祭りは次回に続きます。